天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは、14日午前、雅楽の演奏会を鑑賞した後、午後は母校、学習院で過ごされました。愛子さまは、14日午前、皇居で行われた春の雅楽演奏会を鑑賞されました。鑑賞は4回目ですが、お一人では初めてとなりました。舞の細かい所作を確認するため、愛子さまが黒い縁の眼鏡を取り出す場面もあり、 漏洩という漢詩に曲をつけた歌を初めて聞いて、大きな声ですね、などと感心されていたということです。午後は、学習院の目白キャンパスを訪れ、幼稚園から大学までの現役生と卒業生が集まる、オール学習院の集いに参加されました。卒業以来初めての母校訪問で、愛子さまは友人と共に3時間ほどキャンパス内を巡り、 盲導犬を紹介するブースでは犬と触れ合いながら楽しまれていました。